には本田の女の人が出てくる以外には面白い特徴とかないの？もうそろそろ半裸の話は忘れなさいよ。面白いことか。私個人が興味を持っているのは断絶の時代の情報やスパコンなのだが。あらあら、特産品とかお祭りとか。そうだな、祭りではないが妹ランドがあったり、流星の影響で騎士たちが。ついについに、ずっと欲しかった新しいチップを買っちゃった。どうしてこの子はこんなにセクシーな形をしているのかしら。それに頬ずりした時の重傷のざらつき感が何とも言えないのよね。スリスリスリ。さらにこのとってもチャーミングでラブリーな廃墟子、思わず指を入れてカシャカシャしたくなるわ。そう、まさに彼女たちのように暴走してしまう時があるのだ。あの二人は趣味のお買い物してる時はいつもあんな感じだから。どうして私だけ。何やら元気がないようだな、ユニ。私でよければ話を聞くどころか相談に乗るぞ。そうね、じゃあ聞いてもらおうかしら。こんな悩みネプギアたちにはできないし。うむ、遠慮なくしてくれ。どんな悩みだろうが私が解決に導こう。一人前の女神になるために頑張ってるんだけど、全く成長できてないんだ私。お姉ちゃんに追いつきたくて努力しているつもりなんだけど、全然身を結んでくれないのよ。同じ女神候補生のネプギアにも最近差を感じちゃって。一緒に一人前の女神になろうって約束したのに、これじゃあ私ネプギアに置いてかれちゃう。そうなったら今の関係だってきっと壊れちゃう。ユニオ、お主に問おう。人の上に立つ者に必要なものは何だと思う？理念とか理想？違うな。私たちのような人の上に立つものに必要なもの、それは器だ。器？いや違う、器だ。器？ふむ、どうやら今のお主は器がただの器になってしまっているようだな。私の器？ああ、そうだ。ユニオ、お主は姉に追いつくためやネプギアとの約束のために一人前になりたいと言ったな。うん、それがお主がノワールに追いつけずネプギアに置いていかれていると思ってしまう理由だ。え？王とは、いや守護女神とは民のためにあるべきものだとは思わんか？それはもちろん。しかし今のお主は近づきたいから、置いていかれたくないからという理由で努力を重ねている。おそらくその根本たる考え方がお主が自分の成長を実感できない理由ではないだろうか。ノワールやネプギアが一切の焦りや不安を抱かないものだと思い込んではいないか？私は思うのだ。完璧なものなど存在しない。きっとノワールやネプギアも他の女神と自分とを比べたり不安になることがあるだろう。確かにお姉ちゃんはネプテューヌさんたちをライバル視してると思うけど、でもお姉ちゃんは私とは違って、お主、置いていかれたくないという焦りで自分の良いところが全く見えなくなっているようだな。私のいいところ？ああ、もっと自信を持つが良い。私から見ればお主も立派にノワールや
ラフテーション寮を支えているように見える。そんなことほら、そうやってすぐに自分を卑下するでないぞ。お主の努力は必ず実を結ぶ。自分を信じ、ただただでかい器で構えていればよいのだ。でかい器。先ほどよりも良い顔つきになったではないか。少しは肩の凝りがほぐれたか。そうかも。ありがとう、ミリアサさん。私、なんか頭がいっぱいになってたみたい。不安ばかりではなく、夢を大きく持つがよい。夢見て生きなければ女神ではないぞ。